富山たけしさん。代表作銭形平次。銭形平次や水戸黄門、必殺シリーズ、暴れん坊将軍など有名時代劇のほとんどで悪役として出演。貫禄ある風貌と渋い声で悪代官役を多く演じられました。富山たけしさんは1930年生まれ、北海道出身です。大学卒業後に劇団に入団し、俳優の道へ。1952年、陽気な地獄で初舞台を踏みました。当初主演が多かったものの、次第に悪役が多くなり、特に時代劇で悪代官、悪徳商人役として広く知られるようになりました。また、日本で初めての吹き替え海外ドラマ、ロビンフッドの冒険で、ロビンフッドの吹き替えを行ったほか、アニメ声優としても活躍しています。富山たけしさんは結婚されており、お子さんに映像ディレクターの富山優斗さんがいらっしゃいます。富山たけしさんは2022年8月、91歳で永眠されました。橋本勲さん。代表作「暴れん坊将軍」シリーズ。いかつい顔の橋本勲さんは悪役も多数こなす一方で、人情味あふれる善人役も多い俳優でした。橋本勲さんは1941年生まれ、千葉県出身です。1966年テレビドラマ「若者たち」出演で人気となり、以降映画ドラマで善人役から悪役までこなす脇役として活躍されました。橋本勲さんは情報が少なく、結婚やお子さんの存在について分かっていません。橋本勲さんは2000年食道がんのため58歳で永眠されました。牛尾健二さん。代表作「大江戸捜査網」。牛尾健二さんは個性的な演技で印象に残る名バイプレイヤーとして多数の作品に出演されました。映画「極道」シリーズや「網走番外地」シリーズへの出演も有名です。牛尾健二さんは1925年生まれ、東京都出身です。終戦後、小劇団を転々としましたが、1950年執行猶予で映画デビューすると、以降脇役として多数の映画に出演されました。またテレビでは特撮番組に多く出演し、特に仮面ライダーシリーズの地獄大使、暗闇大使が有名です。牛尾健二さんは生涯独身で結婚されていません。牛尾健二さんは1993年肝硬変により68歳で永眠されました。須磨圭さん。代表作青い徳川三代、大河ドラマ。丸顔で一見優しげな須磨圭さん。青い徳川三代では悪役ではありませんが、家康に警戒される独眼竜政宗を演じました。須磨圭さんは1935年生まれ、北海道出身です。大学を中退し役者を目指し上京。1960年代は舞台で活躍し、アングラの帝王と称されるほどになりました。1980年代に入ると映画テレビへの出演が増え、映画「男はつらいよ」などの人気シリーズ出演で知名度が上昇しました。須磨圭さんは結婚されているようですが、お子さんについての情報はありません。須磨圭さんは2013年肝臓がんのため78歳で永眠されました。名和博さん。代表作「水戸黄門」。肉肉しいヤクザの親分役や悪代官、商人で知られる名和博さん。水戸黄門だけでなく、桃太郎侍や暴れん坊将軍などへの出演も多数あります。名和博さんは1932年生まれ、熊本県出身です。
大学在学中に日活ニューフェイス1期生となり俳優デビューしました。主演級で活躍しましたが、石原裕次郎さんの台頭により徐々に悪役路線へ変更していきます。東映のヤクザ映画に多数出演し、仁義なき戦いの親分役が有名です。名和浩さんは情報が少なく、結婚やお子さんの存在について分かっていません。名和浩さんは2018年腎不全のため85歳で永眠されました。武藤英治さん、代表作水戸黄門。どちらかといえば地味な存在の武藤英治さんですが、逆にそこがいるいるこういう人という印象を視聴者に与える俳優でした。武藤英治さんは1917年生まれ、岐阜県出身です。戦時中、中国の旧制専門学校を卒業後に劇団入り、帰国後は水谷八重子一座をはじめ複数の劇団を渡り歩きました。主にテレビドラマの悪役で活躍されています。武藤英治さんは情報が少なく、結婚やお子さんの存在について分かっていません。武藤英治さんは1999年肺炎のため81歳で永眠されました。志賀勝さん、代表作必殺シリーズ。こわもて役者といえば志賀勝さんを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。口ひげにサングラスをかけた姿はヤクザそのものでした。志賀勝さんは1942年生まれ、京都府出身です。父親は俳優の加賀邦夫さんです。1960年東映に入社し、俳優活動をスタートさせました。下積みを経て東映の悪役集団ピラニア軍団一員として次第に知名度が上昇し、映画出演のほかテレビのバラエティ番組にも出演し、凶悪なイメージを逆手に取ったコミカルな個性で人気が出ました。また歌手活動も行い、10曲以上のシングルを発売されています。志賀勝さんは結婚されており、一男一女を設けられています。志賀勝さんは2020年拡張型心筋症のため78歳で永眠されました。川辺久蔵さん、代表作水戸黄門。知的な風貌から知性把握役として活躍する川辺久蔵さん。現代劇ではロマンスグレーの頭髪が素敵な俳優さんです。川辺久蔵さんは1932年生まれ、神奈川県出身です。大学在学中から演劇を行い、1953年大学を中退し、文学座に研究生として入りました。テレビへ進出後は時代劇や現代劇で知性把握役として多数の作品に出演したほか、声優として洋画の吹き替えも行っています。川辺久蔵さんは元女優の松下幸子さんと結婚されていますが、お子さんの存在について分かっていません。川辺久蔵さんは存命ですが、高齢のためほぼ芸能活動をされていません。横森久志さん、代表作大江戸捜査網。横森久志さんはインテリタイプの悪役として有名です。横森久志さんは1928年生まれ、東京都出身です。大学卒業後に俳優座養成所へ入所。1953年正式な劇団員となると、舞台を中心に映画、テレビにも主に悪役として出演するようになりました。また声優としてアニメや洋画吹き替えで活躍されています。結婚は女優の川口敦子さんとされ、女児を一人設けられました。横森久志さんは1981年肝不全のため52歳で永眠されています。
最後までご視聴いただきありがとうございました。